はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。本日はですね、文明崩壊の前にですね、気づかねばならないということでね、急がないといけないというね、その内容でね、ちょっとやっていこうかなと思います。まあこれはですね、4年ぐらい前にですね、僕谷崎セットラさんっていうね方とコラボレーションをしたんですけども、まあ、その時にですね、話は遡るんですけれども、まあ、その方がですね、今の SDGs のこう前身となったようなね、リオデジャネイロで開かれたような、そういう、まあ、国連会議みたいなね、一般市民が10万人ぐらい集まってね、取り決めが行われたっていうようなところの代表を務めてた方で、まあ、そういう人とね、こう4年前にこうコラボした話があるんですけども、まあ、その時にですね、その地球の、要するに今のですね、僕らの消費量をこのまま進めていく上で、それ人口が90億人100億人っていう風になってくると、まあ、文明の崩壊がそこで起こってくるっていうね、話なんですよ。2050年あたりからね。だからそれを食い止めるために、2030年までの目標として、これこれこういうようにやってったらいいんじゃないかって言って、取り決めがスタートしたということでお話ししてたんですけども、まあ、その時のデータとしてね、実際に出てるデータがあるんですけども、日本人の今の生活水準のまま全世界の人間が日本人と同じ水準に上がった時どうなるかっていうと、地球がですね 2.8 個必要になるという試算になってます。まあ、約、だから3ですね、約地球3つないとですね、日本人の水準に合わせた人たちがそうやって同じ暮らしをするってことはできなくなると。でアメリカに水準を合わせてしまうと、今度はですね、約5個、地球が5個必要になるんですね。それぐらいにですね、その消費量、1人当たりの消費量が高いということなんですよ。でじゃあ世界のですね、今の平均を全部取ってみてもどうなのかっていうと、今の世界の消費量の水準に合わせると、実は地球が 1.6 個ないといけないっていうことなんですよ。ということは、その地球全体の水準を合わせても、例えば日本だったら日本の水準でもですね、今よりも全然水準を下げていないと、実はこのね、文明崩壊の中に巻き込まれるっていうお話なんですよ。だからこれ結構データのね、で出てるリアルなお話なんで、僕がこう、そう思ってますっていうお話じゃなくて、実際にこれはもうね、国連で語られている内容で、そういう人たちの試算によってですね、この水準をどうしていくかっていうことでね、実際に話されている内容なんですね。でその当時僕ですね、言霊学にね、出会ってなかった時なんですよ。言霊学をまだね、本格的にこうやってない時だったん で今になってですね、その時のこう話がですね、まあつくづくこう、なんていうんですか、まあ、見てるとね、言霊学の内容に寄ってきてるなということが見えるわけですよ。でそれ何かっていうと、要するに今のですね、僕たちっていうのは樽を知らないんですね。樽を知らない。経済成長って、だってどこまで経済成長するつもりですかっていう。だから人間っていうのは一つの成長期にもね、終わりっていうのが絶対来るわけですよ。だからそれを文明的に見ると、それが2050年までのね、このブレイクアウトするっていう、そこの、人口でいうと100億人に達する寸前で、まあブレイクアウトして落ちていくわけですよ。でそれをですね、大難を小難にするためには、まあ、今のこの2020年代のね、この段階からどうしていくかっていうことで、まあ、目覚めていく人たちがたくさん増えてくると。で今の世の中っていうのは、実際にもう物質はもう整っているっていう、あとはその使い方を自分たちがどうしていくかっていうことでですね、まあ、大変ありがたいっていうもの。例えば今から200年前とね、生活水準比べたらですね、今はもうものすごく便利になってるわけですよ。便利になってるのに、人間の心だけがですね、まだ足りない、まだ足りないっていうことになってるわけですよ。だから現に今の選挙でも、もっと日本を豊かにしてくださいって言ってるわけですね。でもこのもっと日本を豊かにしてくださいって言ってるということはですね、まあ、このデータの水準に合わせると、その地球が3個分必要になるぐらいの消費を自分がしてるわけですから、それをさらに豊かにしてくださいっていうふうになると、自分たちの水準が上がっていくわけですよ。でそうじゃなくて、これね、すごく耳の痛い話で、嘘だっていうふうになるかもしれないんですけども、そうじゃなくてですね、水準がね、もっとね、下がってないといけないっていう話なんですよ、世界全体の。だから要は遅れてる
発展途上国がですね上に上がってこいっていう話じゃないんですよ。そうじゃなくて上に上がってった人たちが下に降りてこいって話なんですよ。これがね大どんでん返しなんですよ。だから要は一番上にいる一つの国、まあ、ちょっとあんま名前出したくないんですけども、まあ、一番水準の高い国があるわけですよ世界にはね。日本だけではなくそのさらに上があるわけですよ。でそういう人たちがですねその水準がバンとこう下がんないと帳尻合わないわけですから、それがね起こってくるんです。でそういうのがね聖書に書かれている最後の審判の内容であって葛藤なんですよ。その人たちの葛藤って何かって言ったらその水準を下げられないっていう、下げられないで自分たちのその経験値とかカルマがバーってたくさん出てきて自分たちはそれを死守しようとすると、それで死守しようとしてそのためにですね戦争とか起こしたりっていう、こういうね流れなんですよ。だから大きく見ていくと今そういうねSDGs の時のお話ししたこの内容であったり今起こっている戦争に向かおうとしている内容であったりっていうものが言霊学っていうものの学問を通して見た時にあ整合性が取れてきたっていうことでこう見えるんですね。ですから、まあ、これ早い話がこれ骨玉学でも結論出てるんですけども、これね本当にねそういう風な心の葛藤で自分自身はこのままだとダメなんだなと、ダメというかそこにですね通用しないんだっていう風に諦めのついた人じゃないとねこっから先の話って通じない話なんですけども、要するにどういうことかっていうと自分がね小さくなっていかないとねダメだっていう話なんですよ。自分が小さくなることによってこの数字データ上もその地球が3個ないといけないっていうものがですねだんだんそれが減ってきて、あこの地球でもやっていけるってことになってくるんですね。だからこれは自分自身が要するにその生活水準が今までの水準よりも下がってないといけない、下がった上で幸福とは何かっていう、自分はものすごくその幸福の中にいるんだっていうことをですねその魂に変わった人たちがですね実はこのブレイクアウトを超えてその生きていく人たちなんですよ。だからそのブレイクアウトをですね超えられない人たちが最後の審判に書かれている内容の部分であって、その葛藤の末に自分たちの生んできた自らのその縁起によって苦しい世界に行くわけですね。だ苦しいっていうのはその人はもうその生活水準がものすごい高いわけですから、その一気にグッと下がった時にですねもうその生活が耐えられなくて地獄だっていうふうに思っちゃうわけですよ。でも地獄っていうのは執着の方に地獄があるんであって、執着というものがなければですね地獄ってものはないんですよ本当はね。自分自身がですねでっかくなっちゃって感謝ができないと、そうじゃなくて自分がちっちゃくなると全てに感謝ができると。今はその金毛九尾の話とかねたまにしてましたけれども、そういう話でいろんな人たちがそういうなんていうんですかね水準の高いように見せかけてくるんですよ。でその見せかけによって自分もそうなりたいああなりたいっていうことでこう引っ掛けてくるっていうね社会が続いてますから、そうじゃなくて自分というですね一人の人間としてのその分際をわきまえるっていうところにねこう行くんですよ。だから今と本当逆なんですよ。皆さんももっと自分を豊かにしてくれ、日本を豊かにしてくれ、その日本が豊かになるためにはあいつらを追っ払って防衛としてここで核を持ってみたいな話になってるじゃないですか。そうじゃないんですよ。それやっちゃうと文明の崩壊の方行くんですよ。でそうじゃなくて文明を持続させるという風なやり方っていうのは人間の心の方にあるわけですね。心の方で自分を小さくしてって相手を立てる、人を立てるっていう世の中にして初めてそれが成立するんだって、人から奪うとかですねあいつらを追っ払うとか戦うんだっていうことで未来はないんですよ。持続可能だからこそですねこの日本というのは3万年ぐらいね記録を持ってこう縄文時代とかたどれますけれども、まあ、そうやってやってきてるわけですよ。の持続可能っていうのは何をもって証明できるかっていうと、例えば日本の伊勢神宮、伊勢神宮っていうのは2000年前から建てられたものなんですけども、これ2000年間ずっとあそこにあるんですよ。あそこに建物がある、なんであるのかって言ったら同じ形同じ形式同じ作り方でですね2000年間ずっと継承してずっと回転させてるからなんですよ。でも今の僕らのやり方っていうのは一つのものをですね消していく、こいつはもう使えねえんだって思って消してって新しいものを作っていくっていうやり方なんですね。回転させないっていうことでやってきてる
あのやり方っていうのがこの近代のやり方であって、そうじゃなくて出来上がったものをですね、それをそのまま継続するために紡いでいくっていう、だから同じやり方、同じ作り方、同じ形っていうものをですね、ずっと継続して作っていくから実は持続する、もう言葉の通りなんですね。この言葉の通りのことを実践しているからですね、伊勢神宮のあの建物というのはですね、2000年間ずっと継続して残ってるわけであって、これが要するにあの物質的な持続可能の証明なんですよ。もう世界というのはやり方が違いますから、戦いの歴史であって、侵略の歴史であって、その相手から奪おうっていうようなね、そういった思想も入ってるんで、相手の国の価値観を否定してって、それを壊していくっていうことをやっちゃうんですよ。壊していって、それを要するに永遠に消して新しいものを作る、でまたそれを壊して新しいものを作るっていう風にやってるから持続しない、こういうのがですね、要するに人間の心理的な部分からですね、見つけていくことによって、実は本当の持続可能な社会というのはどこにあるのかっていうことがですね、まあだんだん見えてくると。今はその2050年の文明のブレイクアウトに向かってですね、その日本人とかだんだんこう目覚めてきてるね、人たちがたくさん増えてるんですけども、でもその目覚めと同時にですね、戦って奪い取るんだっていう風に目覚めていく人たちもいるんですね。まあ、それだから本当の目覚めじゃなくて、自分たち自らがその文明の崩壊を引き起こすようなですね、思想に基づいてですね、それをこう継続して世の中に革命を起こすぞっていうようなね、人たちがこうたくさんいるんですけども、そうじゃなく、革命というものはですね、自分の中に起こすものであって外に起こすものじゃない、この建物をに革命を起こして変えてやるぞではなくて、自分の心を革命して、このやり方じゃダメなんだと、継続をしないんだと、持続しないんだとして、自分を変えることによって建物は変えない、この建物、建物だけじゃないですよ、物にしても文化にしてもそうですけども、それをずっと同じ形を継承して残していくんだっていうところに持続可能があるわけです。この地球の持続可能性というものはですね、自分のその心の一手によって、自分を小さくすることによって、このカルマを脱却することによって、実は現れてくる、顕現してくるっていうね、内容なんですよ。ここに樽を知らないという人たちがですね、自分をもっと豊かにしろ、豊かにしろ、こんなんじゃダメなんだ、革命を起こすぞ、戦え、立ち上がれっていうふうにやっていくと、文明のブレイクアウトの崩壊、最後の審判の内容によって、その縁起によって、自分たち自らが苦しい道を歩むことになってくるわけですね。このまま行くと、人口が100億人いくというこの手前でブレイクアウト、文明の崩壊の出来事が起こってくると。でもこの文明の崩壊はイコール人間、人類の死滅ではないわけです。ただここにですね、そのやり方を間違えて、人間の心というものの改心が始まらないで、それでも相手を倒すんだ、自分たちがこの暮らしをするためには水準を下げたくないから、自分たちはこの水準をさらに上に豊かにするためには、自分たちは戦わなくてはいけないんだっていうような心が起こってくると、これは本当に人間の死滅に関わってくる、第三次世界大戦みたいな核戦争のね、話にこうなってきちゃうわけですよ。だからそうなる前に、日本というのはその心とは何ぞやというところからですね、この生活の水準をね、下げていくっていうところからね、スタートするわけですよ。まあ、今の世の中ですから、まあ、あんまりこういう話もね、なかなか通じないんでしょうけれども、それはですね、刻一刻と起こってくることなんでね、別に誰かが言わなくてもそれ起こってくることなんで、まあ、いよいよですね、自分のなんかその思ってることがなんかどうもうまくいかないなとかね、そういうところに行き詰まってきたらですね、まあ、こういう動画を思い出してくれたり、言霊学っていうものがなんかあったなっていうことを思い出してくれればですね、まあ、その道っていうものはね、もうすでに開かれている道ですから、まあ、そういうふうになってくれたらなというふうに思ってます。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。